流されるままに生きてきた。そんな彼女が恋をしたのは、彼女持ちのバイト先の店長。その時風が吹いた。俺やっぱあかりと別れる気ないから。惹かれるけど、これ以上は。まだ好きとか言ってんの？だって女いるんでしょ。最近出てったんだって。私のところに来てほしい。愛を叫ば。もしかしてあかりさん？どうしよう、表紙を。もしもし。浮気じゃないとか言いたげだけど、やってる。お前はもうやってる。楽しいだけじゃない、綺麗事ばかりじゃない、リアルな恋の現実。出会いもあれば別れもあるのが人生よね。シノのことちゃんと大事に思ってたって。一回でも信じてくれたことあったのかよ。風が吹いたんです。風が吹いたの。恋愛でカッコつけてどうすんだよ。いろんなこと全部ひっくるめて俺を愛してろ。大っ嫌い。ピースオブケーク。人を好きになるって最悪。